さて始めましょうか。ミステリー事件簿続レイブンハーストの鍵。レイブンハーストの鍵の続きです。なんか多分前回のラストシーンから始まるような気が覚えがあります。こんなところにカラス。ただとすこのカラス鳩にも見えるぞ。まあいいか。海外のゲームをやるときにプロフィールあるんですけど、ここに自分のプロフィール作ってますが、プロフィールを作成にしてキーボード出てくるんですけど、まあ英語入力にして日本語では多分入らないと思うので、アルファベットしか入らないと思うんですけど、この日本語版用のキーボードなので、例えば I を打ってもすぐは反応しないんです。これ決定をしてやらないと入力できないんですね。ローマ字入力だと日本語のように変換決定という必要がないので、その機能が多分反映してないと思うんですよね。だから一文字ずつ決定をしてやらないと、確定というのをしてやらないと入力ができないという場合があります。なおキーボードの違いなんで、これで名前が入力できないって言ってる方がたまにいらっしゃったような気がするんですけど、で今更説明しても遅いんでしょうけどそんな感じです。で自分のプロフィールでやっていきます。プレイです。はい、カジュアル。はい、A severe concussion. Numerous lacerations. There was a strange shard of glass lodged in the wall. And the patient is delirious. A transfer to Manchester Asylum would be the most sensible course of action. It's the closest institution in the county.一番近いからって言って精神病院に連れて行くなよっていう話なんだけど、体が痛い、本当に私を精神病院に連れて行ったのか、連れてこられてるような気がするよ。なんかやばいことした？捜査官。なんとか立てるようになった。この精神病院の生活水準は宣伝通りとはいかないようだな。宣伝ではすごく良かったわけ。まあなんか私と話したがっている人がいるようだ。私の頭が爆発する前に出た方がいいだろう。へい。どなた様でしょうか。このドアは開かないんでしょうか。石落ちてきたし、もう壊れかかってるじゃん。
この病院はどこをどう見ても荒れ果てている。どう考えても患者の精神衛生にいい場所とは言えないだろう。言えないだろうね。開かないんだ。平らにすればいい。そのための石か。石、そのまま石だね。やった。私と話すために辛抱強く待っているのが誰なのか、何のためなのか、やっとわかる。はい、こんにちは。どちら様ですか？あ、なんてこった。Isn't the master detective? You're like a fly trapped in a spider's web. This is Alistair's former cell. It must be fate. Oh, Alistair も以前は精神病院に入ってたよね。チャールズも入ってたよな。親子して何やってんだが。で、君はシャーロットですか？グウェンドリンですか？はい。I should probably give this to Alistair right now, but I can't resist.あ、捜査官の手に刺さってたガラス。そう、アリスターがこう前回こう上に抱えてたでけえ水晶玉みたいなやつのかけらだね。それが、うん、捜査官の手に刺さったまま逃げたよね。あ、で海に落ちて、うん、救助隊に助けられたってところですな。あ、また鍵持っていかれるんだ。それちょうだい。ダメか。あら、この方はシャーロットだったんね。彼を助けてやりたいが、先にこの不気味な病室から脱出しなければ。助けてやりたいってもう遅いんじゃないですか。あ、なんか倒れた。これ何？倫理的にも医療的にも最高水準の病院とのことだが、治癒率は高いんだろうな。知らない。自分との討論に常に勝つ方法。頭がおかしくなるということ。拘束医の結び方、1001の方法。そんなにあるの？拘束医って、拘束医って聞くとドクター・レクター思い出すけど。こう言って、お、先割れスプーン。これはなんだ？なんという状況に追い込まれてしまったんだ。病室に閉じ込められた上にネジの緩んだ奴らと対決しなきゃならないなんて。ネジ緩めろってことね。はい、 OK です。そういうヒントがたまに見逃すよね。ちゃんとヒントあるんだけどね。おいしょ。お、汚いアヒルちゃんだ。そんなもんいらんで。これ何？目玉動いてるぜ。この病院の医者たちは患者にこんなものを読ませてることで治療の役に立つと本気で信じているのか。知らない。これを読んで真実を見た人がいたらしいな。私の名前ですな。これは私が書いたものだ。絵に描かれたアリスター・ダリマーの顔を見るだけで恐怖を感じる。あの男は目的を達成するためなら何でもする。うん、忘れっぽいけどね。大概のものをメモしてくれてありがとうございますっていう感じですけど。うん、このゲームの中の悪役は大概のメモまである。何でもかんでもすぐメモしてくれてるから。あ、蛇口を止めず、ほいほい、ね、この汚いのを抜いちゃいましょう。あー、おー、落ちた。そのハンカチ拾うの？うん、排水口を取る。この三角は何？これは何？さすが昔アリスター・ダリマーが入っていた病室だ。この絵を見れば彼の頭がおかしかったことはすぐわかる。なぜあの家系がこんなに長続きしているんだろうか。一人がえらい長生きしてるだけの話だぜ。
続くってチャールズともうビクター死んでるし、ベッドの上に何もない。なんだって、あ、ネジを緩めるものはないぞ。ダックちゃんじゃどうにもならんし、どこかに何かないかな。これはなんだ、私の筆跡だ。それなのにこんなものを書いた記憶は全くない。どうやら部分的に記憶を失ったに違いない。アリスターの双子の孫たち、双子の暗がりに潜むものを押し流した機体に、読めねえ。これ顔文字みたいなのは一体なんだ。父親が背いた時、息子チャールズ2人の、アリスターは双子の精神の、もう読む必要なさそうだ。マンチェスター精神科病院患者は全身に多数の傷を受け、ショックからも妄想障害を起こしている。実在しない名誉捜査官という人格になりきり、レイヴンハースト邸で起きているという現実ではありえない超常現象について話し続けている。トラウマ療法の一環としてアートセラピーセッションを行うことにする。名誉捜査官なんですけど、なんでそういうことになってるんでしょう。あ、棒磁石、運が良かった。あのかけらが体の別の場所に刺さっていたら、私はとっくに死んでいただろう。あ、そうだったんだ。手に刺さったから良かったって感じ。ああ、そのレントゲン写真なんだ。アリスターの水晶玉ね。あ、棒磁石。ここだ。おい。くっつくんだ、このコイン。アリスタ、あ、アリスタが何かやってる。コインに手を触れた時、幻覚が始まった。アリスターはなぜベッドの下を調べていたんだ。まあ、ベッドの下に何か隠してんでしょうね。なんだこれは、なんだこれは。ダリマー家のよって、わからんな。アートセラピーセッション、あ、これを受けてたわけね。記憶障害を起こしてるだけでしょ。これなんかある。モンテクリスト博、アレキサンドル・デュマ。この病室の前の住人は脱出願望があったらしい。私の願望も実現することを祈るしかない。脱出するんだね。珍しくロケーションを開けるというよりも脱出ゲームになっているぞ。あ、こんなに厳しく監視されていたのでは、患者の妄想症がますます激しくなってもおかしくない。そうね、コインだ。コインがあるということは、これが外せる。器用だね、捜査官。モップの絵。あれ？数分前までここにいたはずなのに、あんなに出血していたし、どうやって動いたんだ。誰かに連れて行かれたんだろう。ドアを動かす装置は手に届くところにあるが、ここからでは見えない。何か反射するものを使えば装置が見えるだろう。鍵じゃなくて装置なんだ。これだな。棒で外せるのか。よし。このペットがあまり重くないといいが、なるべく体力を浪費したくないんだ。
長い夜が待っているからな。夜に活動するんだね、捜査官。なんでしょう。おー。秘密の通路だ。は、恐怖心は置いといて、唯一選択肢は下へ行くこと。行きたくないや。か。あ、アリスターはここで一体何をしていたんだ。あ、タナトスの間。ああ、崩れた。ごめん。ごめん。崩しちゃった。なんだこれは。あ、まだ落ちてきてる。なんだこれは。なんだここは。お、カラスのロボット。もちろんカラスだ。私の宿敵の秘密の隠れ家を守る生き物として言え、生き物といえばそれしかない。ウサギじゃ箔がつかないから。そういう理由でカラス選ばれてるわけ？おー、ほねほねロックくん。カラスの骸骨とはね、ここアリスターの匂いがプンプンする。なるんで、なんか、閉じ込められてたらしいしね。なんじゃこりゃ。アリスターの持ち物がたくさん入っている。ダリマー家の家系図は錬金術の装置のようなものがつながっている。あ、これ。血の絆、私の血を引く者に私の命のエキスを与えよう。いらん。欲しくね。彼らがどの道を行こうとも、私の目が彼らの動きを一歩一歩追うことができるように。おお、すげえストーカー。ストーカーだったらこの能力欲しいと思うだろうね。アリスター、チャールズ、シャーロット、グエンドリン、ビクター、おー。お、懐かしいアリスターのマークだ。アリスターは本当にこんなに年を取っているのか？どうやら私の宿敵についてまだ知らないことがあったらしい。うん、覚えてる。あ、確か、半世紀生きてる。半世紀ではないのかな。ミレニアムハーフ生きてる。まあ、500年、ん ?500 年ぐらい。私の大きな計画が失敗に終わった。おめでとうございます。あと、知恵と知識を身につけるため、私は東洋へ旅することにした。東洋。ほう。今、イギリスからだからこう言ったのか。あ、そうですか。ご苦労様です。中国の秘境の山で預言者と話をした。ほい。燃え尽きたカラクム砂漠で出会った預言者は私の問いを聞いて戸惑い動揺した。うん。ヒマラヤの裾野の湿地帯で出会った僧侶たちは私に不信感を覚えたようだ。そりゃそうだろう。これまで苦労して世界を探求してきたというのに、鍵はずっと私の目の前にあったのだ。この英国にマダム・フェイトという名の人物がそれを持っている。あ、それでマダム・フェイトを狙い続けてたんだね。マダム・フェイトのあの、うん、水晶玉のことだろう。それより西暦1614年って。アリスターの探求の旅は執念としか思えない。その鍵とやらが何なのか知らないが、彼にとってよほど重要なものに違いない。うん、マダム・フェイトの水晶玉どうなったんだっけ？だけ散ったんじゃなかったっけ？ん？これはなんだ？これはグエンドリン。グエンドリン。シャーロット。これがチャールズ。アリスターのがね。グエンが。これ何？合ってたかな？もちろん大当たりだ。
手相の模型。あ、来た。錬金術のランプ。これは素晴らしい発明だ。でもアリスター・ダリマーの性格からしてこれを人類発展のために役立てるつもりはなかったんだろうな。ほう。そうですか。ここがないんだな。うん。よっしゃ。あ、閉じる。他は何もないのか。あー、もっと崩れた。あー、真っ暗なアリスターの隠れ家を手探りで調べるのはやめた方がいい。そのためにこれがあるのか。おーい、興味深いものがたくさんあるに違いないが、ここから脱出する役に立つものが見つからなければ意味がない。へー、あ、また崩れてる崩れてる崩れてる。あ、とりあえず物探しだ。おう、雪の結晶、サソリ、乙女座、コイン、懐中時計、ムカデ、星、コンパス、カラスの骸骨、蛇口、目玉、無限の記号、インフィニティ、カラスの骸骨、これだろう。雪の結晶、サソリ、ムカデ。ムカデをなんか、ああ、これだ、多分なんか、琥珀の中に閉じ込められていて取れない。コイン、コイン、星とか、目玉とか、な。どんどんどん。目玉、見っけ。気持ち悪い、目玉。ムカデをどうやって取り出すんだろう。これで割るのかな。お、これで割るんだ。ここは割れる。ムカデ気持ち悪い。私今年なんかムカデ6匹ぐらい退治しましたぜ。大きいやつ今年は多かったな。周りが雑木林だからね、そういうのがもう出てくるのは仕方ないってとこあるんですけどね。もう一個。尻尾がねえぞ、尻尾が。あったー。へい、なに？あ、これは、ベネディクトがいたところのドアだ。海と魚釣りだな、魚。はい、魚。これなんだ？あ、リスト。葉っぱか、どんぐり、どんぐり。いいコーンあった。プラス、ボト3、8? 8あった。乙女座3。3個もあるんだ。乙女座が3個。これちゃうな。これカラスだな。乙女座の記号ってどんなんだっけ。 M に似たような感じだっけ。うわー、これは最初からえらいなんか難しいな。大概最初の方って簡単なはずなんだけどな。これなんだ。アリスターとアビゲイル。あ、アビゲイルって確か、チャールズのお母さん。マダム・フェイトのカーニバル。ゲイ、アビゲイルがマダム・フェイトのカーニバルに入り込むための小道具となってくれた。その目的は果たしたが、あの愚かな女は私に特別な感情を抱き始めたようだ。自分の執念の対象以外のものを完全に軽視し、軽視し、蔑むだよね。なんて読むんだったっけ。うん。まあいいや。
アリスターの態度にはずっとさせられる。でもアビゲイルもいい加減チャールズを虐待してたね。お似合いなんじゃない？お、これはなんだ？ご来場お待ちしております。お、マダムフェイトのカーニバルだ。マダムフェイトだ、ラリーだ、なんだっけ、ファビアーノ、誰だっけ、アリスター。な、英国に戻った私は放浪するマダムフェイトのカーニバルを見つけるために片田舎をあちらこちら探した。苦労したがついに見つけることができた。私の意識の中に鍵の呼び声がますます大きく響いているのだ。響いてなくていい。OK。コンパス。コンパスはどっちのコンパス？これは懐中時計。蛇口。あ、インフィニティ。お、このままでは何の印もつけられない。ほい、これか、これは違うんだな。ペン先、これかな。お、コンパス、製図用コンパス。星。あ、星はあった。あと雪の結晶。あ、見つかった。よかった。はい。カラスの骸骨。また幻覚だ。アリスターの持ち物に触ると幻覚が見えるようだ。あれはアリスターの記憶の断片だったんだろうか。ちょっと待って、アリスターに記憶あるか。物忘れ激しいよ、あの人。マダムフェイトのカーニバルの時から自分の物忘れが激しいからってずっとメモしてたんだぜ、日記に。暗証番号からなんから。さ、こんなやつに記憶力なんかあるもんかって人のことは言えんけど。はい、カラスの骸骨。あ、動いた動いた。はい、勝手に動いた。ほい、また読み物か。私の魂の一部とタナトスを融合させる儀式の準備が整った。タナトスなら大いに役に立ってくれるだろう。そうですか。アリスターの執念は尊敬したくなるほどだ。自らの魂の一部を犠牲にしてまで目的を達成させようとしていたとは。もちろんカラスだ。おー、あ、なんか出したぞ。イカの、あ、これイカなんだ。これなんだ、イカの甲の粉末。これはなんだ、ネジ巻き。え、うん、ここら辺なんかありそうだな。長年年月が経ったせいでアリスターの絵がよく見えなくなっている。細かい粉末を使えば元の状態に戻せるかもしれない。これか、これ新品より綺麗になったぞ。これで脱出の道が開けるといいが、行き止まりはうんざりだ。はーい。あ、違う。1、2、3。お、これで上に。なんじゃこりゃ。アリスターはここにいた間、かなり仕事熱心だったらしいな。治療にはあまり時間がかからなかったということか。これ何？この
蒸気に当たったら顔が溶けるぞ。何か守るものがないと。へえ。なんじゃ、アダム・フェイトの水晶玉。こんなところに閉じ込められていると毎日同じものを見つめて考えにふけるしかない。そんな時マダム・フェイトの運命の水晶玉に魂を吸い取る力があることに気がついた。こんな壁くらい私を拘束、壁くらいで私を拘束できると思ったら大間違いだ。自由になってやろう。すぐに閉じ込められること自体がそもそも間違いのような気がするんだけど。お、マネキンの腕。このとこなんか気持ちの悪いものがあるような気がする。まあ気持ちが悪いものは大概同じだけどね。お、今回はカラスじゃなくて灯台なんだ。手の模型、ほい、開く方法があるはず。はい、開いた。手もマジックハンド。他に何かあるわけでもなさそうだよな。保護するものが必要だよね。これで止めるとかじゃないな。これで取るとか。おお、そういうことだ。その人形が欲しかったんだ。いらーねー。またリスタンの血液。よし、はい、はい。あ、ビクターのアリスタはビクターの死を予見していたんだろうか。それとも彼が死んだ後で血筋が途絶えたのだろうか。途絶えてくれ。グエンドリンとアリスターがいる場所はどこかわからなかった。彼は溺れる人が、溺れる人が隆起をつかむようにマダム・フェイトの水晶玉をつかんでいた。ほう。グエンドリンもシャーロットも結果的に操られてるんだ。ああ、シャーロット。シャーロットはまだ鍵を見つけていない。思ったより時間がある。でも無駄にはできない。シャーロットはここに何か探しに来てるんだね。精神病院から脱出しないといけない。よし。よしはいいけど。何か取れなかった？おう。銀製の皿、金属製の皿、金属製の皿、乾いた血だ。これでもあんまり綺麗なハンカチじゃねえけど。病院で過ごすとこんなにやつれるものか。皿に映った自分の顔を見てしまったことが悔やまれる。はいはい。もうここには何もないのか。ないな。よし、戻ろう。名誉捜査官の丸焼き。シャーロットは随分楽しそうだな。でも私だっていつまでも檻に閉じ込められたガチョウのままではいないぞ。そうですか。ガチョウ丸焼き、七面鳥じゃなくてガチョウなんだ。ほい、ミニゲームでーす。
ったかな。やっと出られた。でもこれはまだ第1段階だ。この病院から出られなければ、病室から出ても何の意味もない。はい。また精神病院の廊下を歩くことになるとは思いもしなかった。人生っていうのは予期したこと、予期しないことばかりだ。そういえば前も精神病院の中歩き回ってた記憶があるな。評判の高い病院だっていうのに中の様子は全く気にしてないのか。おー、患者たちは一体どうしちゃったって言うんだ。薬を切らしていくのか。腕が、へ、10年くらい人助けをしてきたが、新鮮さを失うことはない。ある日、おもちゃのアヒルが歩いて、精神異常ではあるかもしれないが、何を求めているかははっきり分かる。はいはい、アヒルちゃん、はいどうぞ。はいはい、はい、どうも。大丈夫、溺れない、それもう絶対浮くから大丈夫。潰したりしなければ浮くから。純粋な子供のように無邪気だな。お風呂で溺れさせようとするのが無邪気なわけ。私もあんな風に童心に戻る、帰りたいもん。帰りたくない。これはなんだ。おー、患者さんですか。ドクターじゃないんだけど、これでいい？はい、どうぞ。はい、私も青い薬飲んでます。気持ちはわかります。キャンディーですけど。言ってることがよくわかんないんだけど、とりあえずコーナーを見つけるには地図がいるよ。そう、地図ちょうだい。お、マップが出たね。トラブル回避成功。あとはシャーロットに見つかる前に病院を脱出するだけ。なんかこう気持ちの悪いものがあるんだけど、何でしょう。鍋だし、こういうところの鍋開けたくないし。ハッピーバースデー。今日くらいは、これ、今日くらいはハメを外しちゃおう。失礼。ハメ。13日の金曜日だけど、関係ない。誕生日くらいリラックス。13日の金曜日って、確かイエス・キリストがお亡くなりになられた日だよな。違ったっけ。虫湧いてるぜ。これケーキなんだ。ケーキの中に何か隠してあるか見てみたいものだ。どうしても、どう見ても怪しすぎる。爆発してみるっていうのはどうだ。爆破してみるっていうのはどうだろう。ケーキを爆破してみたいわけ。これなんだろう。お、ラジオだ。おお、なんかラジオにスイッチ入れてえらいうるさい思いをするという、なんか。あ、壊れた。今のは本当に女王だったのか、それともダリマー家のいたずらか。いたずらです。女王陛下の声がこんなところから聞こえて欲しくない。この鍋は、あ、
開かない開かない、やった安心する。こんな中に何かあって取るの嫌だよ。ケーキを爆破しなければならない。ケーキを爆破するもの、警備レベル最高区域、あーかわいそうに、きっと逃げようとして途中で息絶えたんだ。あ、こんな死に方をするなんてひどすぎる。あ、シャーロットが中に入っていった。ありがたいことに私が病室に出たことをまだ気がついていない。で、これシャーロットのバッグ。なんか私ね、戻りたい。あった。もう一つは戻りたい。あった。進む。これなんだろう、シャーロットが来たゴタゴタで、医療シンボルも盗まれたに違いない。シャーロットそんなもんまで盗んでいくわけ？誰かが人形を患者と間違えた。どっちにしてもこの結び目を何とかしなければ。拘束されてますな。呼び鈴があるぞ。これはなんだ？パズルピースだ。ポンじゃないのね。さて、でここでは何をすればいいのかな。お、小さな物探し、クリップ、クリップ、112、何なんだ、まあ、アワードかもらったな。なんだ、懐中時計、クリップ、これはホチキスには他に使いようがある。あ、あった。取っ手をつける必要がある。マンチェスター精神病院委員会議決、先日当院で発生し多くの雇用人の命を脅かした事件を受け、当病院の安全対策を強化することが必要であると判断が下された。警備担当員は各シフト終了後必ず暗証番号を変更すること。確かに暗証番号を頻繁に変更するのはいいことだ。私にとっては不都合なことだ。そうね。オイル。他は何も拾えない。完全にお亡くなりになられてる。そうである。お。心の病で辛いあなた、今すぐ助けを求めてください。マンチェスター精神科病院。おい。警備室は多分閉まっている。カードキーがいる。あった。ここになんか警棒みたいなのがある。あ、お人形さんはここか。ロックを開けないといけない。OK。シャーロットは中に、あのドアの近くへ行くことは火遊びをするようなものだ。オッケー。シャーロッ
夫がいるからこの前は通れないと。完全に頭がおかしくならないようにするための手引き。リラックスできるような病室じゃなかったけどね。さて今日はこの辺りにしておこうかな。それではまた。